全国5人の麻生太郎ファンの皆様こんにちは今回もねこのシリーズ麻生財務大臣最後の会見に突っ込むではないんですけども麻生財務大臣が退任された後ね退官された後そのの事務次官っていうのが週刊文集に勝手なこと言ってますよねこれ単なる公務員がこんなことを雑誌に喋っていいんですかね国民に誤解を与えて国民を不安に陥れるようなことをねこれやるべきじゃないんじゃないですか これ、麻生さん何を教育してるんんですかこんな妙なことをねなんかこう国は借金まみれだとかね財政破綻するとかまあアホかということですよねでこれについてね昨日高橋洋一さんがなんか急遽、YouTube で40分以上怒ってましたねいや笑いながら怒ってましたよこれこんなバカなやつね <laughs> 高橋洋一さんに言わせればですよ 高橋一さんの後輩だそうじゃないですかこんなバカなやつがね間違ったことを言って何を考えてんだってことで完全に論破してましたけどもねうん高橋祐一さん自分が作った財務省ね言ってみれば大蔵省時代からずーっと面倒見えてきた自分の省庁がこんなバカな人にね公認やらされてると思うとほん、なんかね情けないでしょうねで麻生財務大臣についてはずーっとね高橋祐一さんもなんか大したこと言わなかったんですけどもまあでも 一目をってたってところもあるんでしょう <laughs> だから矢野事務次官って相当な小物だそうですよねこれは、うん、だからバカなこと言わずにね矢野事務次官も、うん、考えを改めてほしいなと思いますよでもこれもひとえに麻生財務大臣の抑えが効いてなかったってことなのかなと思いますねもしくは抑えが効いていたからこそ麻生財務大臣が上司である間はまあ黙っていたのかなと麻生財務大臣が辞めたから今度はね 矢野事務次官みたいな人がしゃしゃり出てきてすごむみたいなことがあったのかなと思います。どちらにしてもこれね私も思いますけど高橋容疑さんも言われてましたけれどもこんなことね真面目に語ってるっていうのは恥ずかしくてやってらんないでしょだから心の根からああいうふうに勘違いしてるのが矢野事務次官っていうね要職に疲れてる方なんですよねだから財務省って言ったら大したことないんですよ分かってないんだからこれ分かってないねえほんと財政出動してね ど,どうなって、何がプライマリーバランスの黒字化何か意味あるのかと。黒字化したらお前給料上がるのかと。そもそも国債って何だかっていうのを、私たちレベルでも分かってるのにね、国債を取り扱ってる財務省が分かってないんですよ。財務省辞めちまえと。近所の会計士の方が優秀だと思うこれは。うん、高橋祐二さん、なんとか財務省のね、財務大臣になってくれませんかね。あの、別に1ヶ月でもいいんで。1ヶ月やったらもう十分でしょう。 みんな泣き言言って帰りますよ。他のよくわかんない人は。ということをね、私の感想として今回、動画にさせてもらいました。じゃあ次回からまたね、ノーカット、麻生財務大臣最後の会見、こちらのね、14分45秒からお送りしたいと思います。全体でこの動画42分ありますので、まだまだ続きが楽しめますよ。それじゃあ失礼します。